こちらの写真になります。おお、わかります？なんか黒くスーってこう立ち上がってるみたいな。お盆のこういうやつって何かしらなんかジジイかババアかなんかうち、あ、ごめんねごめんねごめんね、いやもうあのみんなわかってるから大丈夫。こんにちは、七代家の七代です。ポチオです。というわけで本日は0と1の狭間、よっしゃやだ、やってまいりましたよこの時間が。はい、はい、ね、荒ぶる伊勢海老ちゃん。荒ぶる伊勢海老が荒ぶっちゃいます、ね、ちょっと何にも触れてないですけどずっとここカービィいますから、ね、そうちょっと自分のチャンネルと関係のあるものを置いたりしますけど ね、銀の盾とかね、そう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 、置くべきものを置かずにカービィと伊勢海老チャンネルですかね、カービィ伊勢海老チャンネルってことですね。やっていくんですけども、はい、はい、というわけで今回はですね、はいはい、まあ、0と1の狭間というのはですね、うん、視聴者の方が投稿していただいた心霊写真、はいはい、心霊映像をこちらでご紹介させていただきまして、うん、まあファーストインプレッション、ね、あ、なんだ怖いねとかって話をしつつ考察もしつつ、はい、でかつちょっとうちねここに今2人だけしかいませんけど、はい、もう一人のね、七代家出演者であるくまこ、はい、あの幽霊が見えるくまこに、実際じゃあ見てもらってどうなのかを聞いていくという、はい、まあそんな感じの企画でございます。はい、はい、というわけでございましてね、今回も1枚写真を紹介していければと、うん、よしよし思っておりますので、はい、はい、早速ですけど見ていきましょう。はい、はい、今回の方からのメッセージ読んでいきましょうかね。はい、七代さんお疲れ様です。いつも楽しく動画拝見してます。ありがとうございます。今回画像を送らせていただいたのはうちの地域に古くから伝わっている仏様をお迎えする盆灯籠という写真を撮った時のものです。あ、2021年8月13日撮影、うんうんうん、道路の中央付近に黒い人影のようなものが確認できると思うのですが、この画像を、霊感のある友人に見せたところ、心霊写真で間違いないというのです。実際何か悪いことが起こったわけではないのですが、お盆時期でもあり、なんだか気味が悪くて、七代さんに本当に本物かどうか鑑定してほしくてお便りしました。どうかよろしくお願いしますと。鑑定はできませんけども、うん、あとあの七代宛に送られてるメッセージだらけなのは、うんうん、あのこれあの七代家になる前に送っていただいたものなので、はいはいはい、結構古いんですよ、うんうん、でずっと写真を紹介する機会がなくて、まだ熊子さんに見てもらえるっていう時期でもなかったので、なるほど、うん、まあ、今回もですねこちらの心霊写真をですねいじらせていただこうかなと。いやでもねご友人のね、はい、方が心霊写真で間違いないって言ってるんで、うん、そう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 、だから熊子 VS ご友人ですよ。まあそうですよね。その構図が正しいのかちょっとわからないですけど楽しみね。そうですね、なんかどういう風な写真なのかっていうちょっとね見ていけたらと思いますので、はいはい、早速ですけどじゃあ見ていきましょうか。お願いします。はい、こちらの写真になります。おお、わかります？わかる。ちょっと拡大しましょうか。じゃあ、うん、道の真ん中ってことなんですけど、この辺にこう、わー、なんか黒くスーってこう立ち上がってるみたいな風に見えてますよね。見えるかも、うん、なんかこうあるよね。ちょっとわからない方のために言うと竿みたいなのに灯籠が灯ってるんですけど、うんうん、明かりのついてる奥の灯籠の真下あたりというかね、カーブミラーとその間ぐらいのところの路上のところにスッと立ち上がってるような黒い人影が見えているというところですね。でこれまあご友人の方からは心霊写真じゃないかと、うん、いうお話があったんですけども、はい、影に見えるわね、うん、ただまあ偶然そう見えたっていうのも気もするし、うん、はい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 、ただこのど真ん中に立ってるように見えるなんか構成的な怖さみたいなのはあるね。確かになんか奥の方にいるかもみたいなのが映画とかのビジュアルっぽさがあるというか、ありますね、ちょっとだから完成度高めだなって思っちゃう。そういう意味ではそう、ね、ホラー映画のワンシーンみたいに見えるっていうのは確かにそうかもしれないなって思いますね。やっぱこれ結構引きで見ても割とわかるもんねこれね。わかる。暗くなってる。むしろ引きで見た方がなんか浮いてるように見える、うん、見えるね。確かに。だ多分これ撮られた時には多分ね投稿者の方もちょっとぎょっとしたのかなと。うん、うん、しかもそのお盆の時、お盆時期ですね。そう、お盆時期っていうことだったので、まあなんかそういうのも込みでね、はい、多分結構いろいろ考えちゃったのかなっていうね、帰ってくるもしくは行く人なのかなっていう、まあ思ったのかなと思うんですけど、七代的にっていうちょっとお話をすると個人的には心霊写真じゃないと思って、あ、じゃない派、じゃない派ですね。さすがでございます。これはあくまでじゃない派の
言葉です、うん、はい、一応ちょっと説明するとですね、まあ、確かに遠目から見ると黒い人影に見えるんですよ、うんうん、ただこれめちゃくちゃちゃんと拡大してみると上のところですね、はい、生垣の一部が暗くなってるんですよ ね、 そうね、暗くなってるプラスなんか色が木の色がついてる、ちょっとそのなんか暗がりちょうどへこんでるあたり影になってるところが黒く見えてるなと、で一方でその下の方にスーッとこう見ていくと、うん、途中でなんか白い花っぽいのがパラパラパラって咲いてるところなんですけど、これその上の部分と下の部分を隠しながら見ると多分ほとんど色変わらないんですよ、横と。確かに。だから黒いあの影がないです、そこだけはね、うんうんうん、その下もちょっとこの辺が境目でちょっと奥が暗くなってるような気はするし、はい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 、この辺りがちょっと水たまりなのかな、なんかね、うん、ちょっとまあなんかこう若干ひび割れとか水たまりとかがあってか暗く見えてるんですよね、地面の辺りが、うんうんうん、っていうのがあるので、その辺を全部総合的に見るとちょうど一列に暗い部分っていうのが、うんうん、境目がちょうど縦につながってるように見えてると見える、うん、それがちょうどこう遠目から見ると人影が歩いて立ってるように見えるというのが、うん、まあからくりなんじゃないかと、まあ、うん、そう見える。野暮なこと言ってるのは承知です、うん、承知なんですけど、ちょっと疑ってかかってて説明できるのにもかかわらず、いやこれは幽霊ですよっていうのもちょっと違うなと、そう、ね、思うので、私ははっきりとズバリと、ね、言わせていただきますけども、まあ、だと思っておりますと、うん、ですね。なんか見てたら他のところにもありそうな気がするねこれそうだね、あのね、そうなると思うんですよで実際でももしかしたら見ていくとあるかもしれないからね、投稿者の方はそこの部分が気になるということでしたので、はい、まあ、ここに関してもちょっと熊子さんにぜひ聞いていけたらなと思っておりますの です、ね、めっちゃ映ってるかもしれないからね、はい、ちょっと熊子さんに聞いていきましょうと、はい、はいはい、というわけでございまして、今回も、まあ、お時間がやってまいりましたけど、はい、はい、なんかすごい残念そうですけども、はい、よくみんなこういうの見つけてきますね、そう、なんか苦々しいせっかくご投稿いただいているものですので、はい、はい、というわけで今回も見ていただくんですけども、はい、これどうです、見てみて、え、どこあのちょっと拡大して見ていくとですね、あの真ん中ら辺のこれ、あ、そう、うん、そうだね、あのその本当に真ん中ら辺の、うん、鍵じゃない、鍵じゃないって急にギャルみたいになっちゃった。ちょうどこれあれか、上半身と下半身のくびりみたいに見えるのか、これ。もうこの様子から察するに熊子さん見えてないねこれ、うん、ごめん、そう、あのもうどこって言ってた時点でもうお察しだったんですけど熊子さんにその、ね、写真の中に半透明の方が要するにいないんですよね、その写真って。そう、なんかこれ珍しくいないみね。ああ、じゃあ全然もう見当たらず、なんかお盆って書いてあったから、うん、お盆のこういうやつって何かしらなんかジジイかババアかなんかうつ、あ、ごめんねごめんねごめんね、いやもうあのみんな分かってるから大丈夫、うん、じゃあなんかジジイかババアかまた言っちゃったけどちょっとちょっとだけ反省して続けるのやめてもらっていいですか、しかも繰り返してるからね、反省してます、うん指定してねえやつなんか通りすがりでもいるかなと思ったんですけど、はい、それもなんか珍しくいないから、うん、じゃあ本当に何も映ってない、何も映ってない綺麗な風景がですね、うん、私からしたら、あ、なるほどね、ただ別にその、うん、見える見えないはほら人それぞれだから、うんうん、心霊写真だよって言ってたご友人のことを否定してるわけじゃなくって、うんうん、僕は分かんないっていう、あ、なるほどねっていうことだけフォローさせていただきたいと思います、はいはいはい、本当に影っぽいねって終わる写真だと思ってはいます、なるほどというわけで今回の写真は、はい、影っぽいねという写真でございましたはい、というわけでございまして、ちょっと残念ではあるんですけど、うんうん、まあ、熊子さんも影なんじゃない、ちょっと分かんないわということで、まあ、それ以外に特になんかちょっとね、あのお言葉がよろしくなかったんですけど、お言葉はよろしくないね、ジジイババアを言ってなかったジジイババアでございまして、お盆にしてはでもそれも珍しいらしくて、まあね、うん、なんか以前にもねちょっとあの何も映ってないって珍しいっていうのはちょっとありましたけど、今回もちょっと珍しいパターンらしくて、まあ映ってないんだったらそれはそれでいいんじゃないのと、これ心霊写真だよって言い切ってたご友人がじゃあ間違ってるってわけでもないよと、そうそう、話聞いてると、うん、その見たいから見えるってのもあると思うんですよ ね、 そうね、うん、お盆の時期だから見えるとかも、まあ、あるんだと思うなっていうのを話聞いてて思いましたね。だから必ずしもね、あの心霊写真と呼ばれるものっていうのは、はい、幽霊本体がバシッと写ってるっていうわけじゃなくて、うんうん、まあ、こういうような形でなんか幽霊ではなさそうだけどでもそう見せてるっていうのは、うん、まあ、もしかすると何かこうね霊的な
何か動きというか、何かあったりするのかなってちょっとね想像を膨らませておくぐらいがいいのかなと、ね、うん、でも安心しますよね。テレビとかで心霊写真ってなってくると、うん、もう悪いもの、お祓いするもの、怖いもの、比較的そうだもんね。そう、大体なんか、あ、悪くないっすねみたいなことはないじゃないですか。まあないね、全然。だから怖いものってすごい刷り込みがもう僕らにありますよね。もう熊子さんの話を聞くと、うん、そういうものではないっていう認識になっていって、うん、もっと幽霊というか、うん、そういうものが身近に感じられるというか、うんうんうん、気づき、気づきですね、確かにね、うん、以上自家自産でございました。我々七白家が七白家を持参するという。いやでもなんか思った、本当ね、まあまあでも思いました、確かにね、はい、改めて。というわけでございまして、はい、0と1の狭間という企画は、うん、視聴者の方のね心霊写真とかね動画で成り立っておりますので、はい、よかったらまあ今回みたいにね思うところがありますよという写真とかね動画で結構ですので、何かございましたら、はい、投稿フォームからいただけたらと思っております。お願いします、はい、というわけでございまして、はい、今回の動画面白いと思った方はいいねボタンをお願いします、そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。それじゃまたね、またね。